どうもショータイムゴルフです。皆さん、自分でグリップ交換したことありますか？皆さん、グリップってなんかお店とかで買うと高くないですか？なんで僕はいつもネットで買うんですけど、ネットの方が安いんで、それでネットで買ったものを工房とかに持っていくと、グリップ持ち込み料っていうのを取られるじゃないですか。で、結局工房とかで買うのと同じぐらいお金取られるじゃないですか。なんで僕はいつもネットで買って、自分でグリップをつけていきます。なんで今日は僕が、グリップ装着するところをちょっと動画で撮ってみたいと思います。まずはこのテープをですね、両面テープをこのシャフトに巻きつけていきたいと思います。で、巻きつけたら剥がしていきます。こんな感じで、こう止めていきます。さあ、ゴルフショップでグリップ交換売られてると思うんですけども、車屋さんとかホームセンターってパーツクリーナーとかでも交換できます。こっちの方が割安なんで、こっちの方がお得です。ではね、まず巻いたテープにこれを吹きかけていきたいと思います。グリップにも吹きかけていきます。お願いしますね。で、ここにかけていきます。さあ、で、まっすぐになるように調整していきます。これで完成ですね。これでちょっと時間を置いて、そしたら触れます。そしたら同じように他のクラブもやっていきたいと思います。
はい、ということでね、グリップ10本の交換が終わりました。あー疲れたマジで。ということでね、ネットでグリップ買って自分で交換するのが一番お得なんで、皆さんもぜひやってみてください。この動画がいいと思ったら高評価、また見たいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひツイッターもフォローしてください。お願いします。